っとついたの。オッケーオッケーオッケー、見えた見えた。久しぶり。雲ないやん。いやーすげえ田舎だな。そうやんか。いやいやいや。今日もコツをつやってますか。毎日更新池早ラジオということで、はい、今日もやっていきます。今日はすごいよな、ボイシー、ブログ、YouTube をやるっていうのはすごいと思う。普通にどういう時間の使い方してるんかって話。サイボーグなんじゃないかって思うね。ここ悪意で探さない。山だな。いやすごいな。ちょっと待って、見くびってたわコーチを。豪邸だな。池早さんの家ではないんですけど、普段使われてる作業スペースということで。お邪魔しようと思います。失礼します。あ、どうもどうも、こんにちは。初めまして。あるあるよ、こんなコーチに会おうと。いえいえ、大学生長の趣味でありと言いますか。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。中入っても大丈夫ですか。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、こんにちは、池早です。わざわざ貴重なお時間を取っていただいてありがとうございます。とんでもないです。こんな山奥。いやいや、本当に山奥なんだなっていう。僕、単純な疑問なんですけど、あの先日そのツイッターの DM を送らせていただいて、はい、で会ってくださるってことになったんですけど、うん、それはあのなんで、うん、運が良かったっていうふうに。いやいや、僕ちゃんと見てますよね。あ、本当ですか。結構これはすごいでしょ。普通に YouTube チャンネル1万人超えてる時点でめちゃくちゃすごいです。いや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 、それはそれはあって話を聞きたいですね。ありがとうございます、ね、そんなお時間を取っていただいて。で、僕今就活系の動画を出してるんですけど、うん、池早さんはもともと大学時代に就活をして、うん、企業に勤められてからフリーランスになられたっていう、うん、あの経歴だと思うんですけども、なんかこれ単純な僕の質問なんですけど、うん、あの池早さんがもし就活生だったとしたら、うん、今どこの企業に行きますかね。ね、フリーランスはなしっていう感じ、うん。まあ、やっぱり今だったらベンチャーとかスタートアップって言った方がいいのかな、最近、はい、スタートアップ企業ですよね。具体的に言うんだったら、難しいのは承知というか、募集してるのか知らないですけど、多分メルカリとかね。あ、いいですよね。まあ、上場しちゃってますが、はい、メルカリとか多分ニュースピックスやってる、ユーザーですかとかだったり、まあ、上場してるような、最近上場したようなだからベンチャー企業と言われるところか、もうあとは逆にスタートアップです。本当のスタートアップフェーズで、はい、まあ、例えばボイシーとか、はい、そこなんかまだ社員そんなに多くないでしょうね。ボイシーとか面白そうだし、どこでしょうね。まあ、あとあの医療系とかでも多分面白いし、それはどうしてですか、スタートアップに行きたいっていうのは。うん、まあ、やっぱりスタートアップ、まあ、いろんな意味がありますよね。基本実力主義なので、はい、まず、まあ、トレーニングもなりますし、はい、まあ、自分の能力上げるのが一番いいですよね、スタートアップ企業っていいし、まあ、あと業条件にもよりますけど、あのストックオプションみたいな形で、まあ、株をもらえるっていう。純粋に給料も、最近しかも給料もいいですよね、スタートアップ。いや、すごくね。先日動画で、うん、言われてます、ね、めちゃくちゃいいですよね。新卒で僕の知ってる会社は普通にやっぱり800万とか、あの、もちろんエンジニアで優秀、エンジニアで、ね、エンジニアで優秀な人でもマーケターとかに行けんじゃないかな。多分、まあ、要するにパフォーマンスを出せばいいってだけなんで、はい、まあ、それこそね、しゅんさんとかめちゃくちゃ影響力もあるわけで、そういう人が入ってきたら800万じゃむしろ安いよね。いやいやいや、議論があるわけで、いやいやいや、そういうような土壌がもうあるんでね。だから自分の力にね、自信があるんだったら、はい、やっぱりスタートアップか、まあまあ、もうちょっとそこまで行くんだったらっていうんだったら上場してるようなベンチャー企業。自分の実力を試したいとかつけたいっていう人は、やっぱベンチャーとかスタートアップが向いてるっていう。そうですね。じゃあ、仮にその就職っていう選択肢以外にフリーランスになってもいいっていう状況だったら、どうされますか。僕だったら YouTuber になりますよ。 YouTuber になるんですか。こうやって食ってんじゃん、嬉しい。あ、まあ、確かに。今は YouTuber なんですよ。の時に始めるでしょうね。本気でやるでしょうね。まあ多分ね、ご存知の通り社会性っぽいですけど、 YouTuber って言っても、まあ、最初食っていくのは大変だけど、でもいろいろ編集の仕事とかやったりとかね、はい、まあ、ライブ配信とかなんかこう雑用なんかをこなしていけば別に食っていく分には食っていけるじゃないですか、はい、なので、まあそういう形でまず最初チャンネル伸びるまで時間かかるけど、はい、まあ、模索しながらいろいろ動画周辺の仕事とかね、まあライターの仕事やってもいいしっていうので、まあ確かに YouTube 始めるのは絶対学生のうちの方がいいなって僕も思ってて、やっぱ食えなくても正直、うん、あの奨学金とか借りれるのでできるなって思うんですけど、うん、一旦働き出したらやっぱ時間的にも使いにくいなっていうのを思ってて、そうですね。なので、じゃあ学生時代にやる、うん、なるとしたら、やっぱ総合的にはやっぱ YouTuber になるっていう。まあ今だったら YouTube がいいでしょうね。 YouTube まあメインでしながらいろんなメディアを自分で作っていくっていう感じが多分まあね、いいでしょうね。なるほど。めちゃくちゃ儲かるでしょ、それが。じゃあ学生時代にやった方がいいこととしたらやっぱ YouTube ですかね。ああ、そうです、 YouTube ですよ。すごいな。今まあ YouTube、まあね、別に他のプラットフォームでもいいけど、やっぱ動画メディアは
ぜひともやった方がいいと思いますね、さっきは。なんかね、池原さんが YouTube をやろうっていうことによって、うん、YouTube の人口がかなり増えたなと思ってて、うん、そのブロガー界隈とか、ね、配信側は増えますよね。増えたので、うん、結果的に池原さんの位置が上に上がっていくっていう、ね、すごい構造が生まれてるのが、すごい、ね、いいなと思ったんですけど、はい、そこは狙っていつもやってるんですか？嫌なやつみたいな。まあ、それはね、そこはもちろん狙う。まあ、まあ、そうそう、それは重要ですよ。そう、そういうのは分かってやってますね。就活生に向けて、今アドバイスを受けるとしたら、うん、ああ、なるほどね。そのちょっと広い質問になってしまって申し訳ないんですけど、はい、いや、就活生の方が何をしたらいいかって感じですよね。はい。まあ、それだとやっぱり、そこで情報発信した方がいいですよね。まあ、YouTube なり、ブログなり、Twitter なりで、まあ、できればやっぱり実名、顔出しとか、まあ、しっかり自分のアイデンティティを持った上で、まあ、匿名でやってる人はいっぱいいると思うんですけど、はい、匿名でアイデンティティ繋がってないとあんま意味ないので、うん、まあ、自分のアイデンティティをしっかり確立した上で情報発信をして、はい、で、そこから仕事をね、ゲットするっていう流れをどれだけ作れるかっていうところですよね。まあ、確かにその自力でもある程度稼げるようになったら、やっぱ企業と対等に話せるっていうのは強いかもしれないですね。結局ね、就活生とかね、本当になんか、まあ、下で見る側じゃないですか、基本的に、ね、はい、就職させてくださいみたいな、はい、それだとうまくいかないというかね、ね、対等に話せる状態まで持っていくっていうことが一番大事っていうことですかね。重要です。結局それはサラリーマンやってても一緒ですからね。あ、やっぱり会社と対等でコミュニケーション取れないとね、そうするいわゆる社畜みたいな感じになっちゃいますからね、うん、それはね。だから結局、まあ YouTube が一番間違いはないでしょう、ね。僕がなんか YouTuber である僕が言うのもなんなんですけど、うん、YouTube ってめちゃくちゃ難しくないですか？まあね、難しい。でもどこやったって難しいからな。それはしょうがないな。難しいわ、しょうがない。難しい。なんか一般的にやっぱ続けるのが圧倒的に YouTube の他のプラットフォームに比べて難しいなと思ってて、うん、そうですね。そう、構成する要素がたくさんあるので、企画と。撮影編集っていう、いや、でも就活でしっかり成功してビジネスパーソンと成功したけどこのくらいやれよって言われて、でもそれはそうでしょ、これは基礎スキルレベルだね。ああ、なるほど、当たり前だっていう、当たり前でしょ、これぐらいできないとで、って感じがしますよね。ああ、なるほど、甘えるなってことですよね。いやね、YouTube ぐらいできてくるよってね。ああ、そうですね、そうですね、まあ結局熱量ですもんね。難しいっつったって別にだって小学生がやってるものですから ね、この程度だったらね、確かにやりましょう、まあ言い訳を探さずにやるっていうことですよね、うん、結局は中学生でもやってほしいですよね。そうそうそう、ということで、池原さん の池原大学っていうチャンネルも下の概要欄に貼ってあるので、よかったらご覧ください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな、じゃあな。早く行った。